はい、皆さん、ステラジは山亮と申します。スターステールプレゼントウェブレディオプログラムステラジ第8回放送でしたかね、今回、なってますけど、まあ、今回からね、ちょうどうちのね、チャンネルがリニューアルしましたよと、いうことで、そのリニューアル後の第1弾放送ということでね、ちょっと、ステラジの方もね、放送形態が少し間にコーナーを挟んだりするような形に変えさせてもらって、まあ、多少ラジオっぽくなるような形でやっていこうと思いますので、まあそのあたりもね、少し期待をいただけるのか、まあそもそもあの再生数ですからね、過去の動画の再生数を見ててもね、果たして本当に誰が聞いてるんだろうというね、ありさまではございますけどね、まあ私が喋りたいだけなんでね、まあそのあたりはあまり気にせずやっていこうと思っておりますのでね、まあ一応今回からはね、あの新着動画の紹介ね、他のチャンネルのね、うちの関連チャンネルの紹介なんかもね、ここでまとめてやってきますのでね、そのあたりとかもね、まとめてね、ご紹介いただいてね、ちょっと興味を持っていただいたら、そちらの方の登録とかもね、してもらったらいいんじゃないかなと思いますのでね、これからもね、ちょっとね、うちのね、このステラジの方もね、よろしくお願いしますよ、ということでね、とりあえず始めていきますね、スターステールプログラム、スターステールプレゼント、ウェブレディオプログラム、ステラジ、最後までご視聴よろしくお願いします。令和3年3月、スターステールチャンネルが大きく生まれ変わります。今まで山寮スターステールチャンネルとして1チャンネルだった番組が、スターステール総合チャンネルをメインチャンネルに、郵便いろいろ解説チャンネル YouTube、 三重県北中西地域情報チャンネル4つべ、ヤマペディアが新たに独立チャンネルとして新設されます。また政治時事チャンネルとして運用していたサブチャンネルの山寮日本邦画等チャンネルが、山寮政治時事個人チャンネルという個人用のチャンネルに生まれ変わります。スターステールはこの5チャンネル体制でお客様のニーズに沿った番組作りができるよう努力してまいります。すべての番組に関する情報はスターステール総合チャンネルで毎週水曜日に放送されるステラジにて情報が公開されておりますので、そちらも合わせてご利用ください。皆様のチャンネルリマインダー登録、そしてコメント投稿などご参加どんどんお待ちしております。はい、改めまして、ステラジは山亮と申します。ということでね、最初まずは近況トークでもねしとこうかと思いますよ。とにかくね、まあ今週はね、忙しいのは忙しかったんですよ。まあ仕事が忙しいのもまあ忙しかったんですけど、まああのね、要は新しくチャンネルを立ち上げるってなるとね、まあまあそれなりに能力がいりましてね、これあの1チャンネル立ち上げるので、ね、もうまあまあ能力がいるんですけどね、仕事の合間を縫ってなんやかんやとね、結局4チャンネルを3チャンネル追加した形か、もともと2チャンネルあったところに、3チャンネルを独立させる形になったり、5チャンネル体制になりましたんでね、まあまあね、これはこれでね、風呂敷を広げすぎたかな感はあるんですけどね。まあ、最初のね、ちょっと思惑と大きく外れたのがね、ジャンルをね、私は分けない、作戦で言ってまして、まあそんなね、ジャンルごとでやるんじゃなくて、総合的にね、やることによってお客さんをつけてこうよっていうね、戦略をね、立ててたんですけど、まあそれが、Google さんの受けが悪いというか、まあ、視聴者さんの受けも悪かったし、Google さんの AI 判定の受けが悪いということでね、やっぱジャンルに分かれてないとね、検索エンジンにね、ちゃんと引っかかってこないっていうね、難点を見つけてしまいましたんで、じゃあもう、ある程度ジャンル特化してるようなやつは、分けとこうということで、今回分けさせてもらうことになりましたということなんですね。まあ、なんで、ジャンル分けがしやすい郵便っていうね、ジャンル分けがしやすい、YouTube ね、郵便いろいろ解説動画の YouTube と、4つ目ね、この四日市からね、この三重県北中西の、辺りの
笑いをお届けしていくローカル番組ということでね、これもまあね、特徴付けがしやすいぞということで、あとはまあヤマペディアもね、まあある意味ウィキペディアっていうものを使った企画ですよということで、まあわかりやすいんで、でまあこれでやっていこうかなと思いました。あとはね、まあこれはその5チャンネル体制になってしまったことによる弊害でもあるんですけど、まあそれを逆手にとってね、特に YouTube を中心にね、これからね、ちょっとね、できるだけね、2分以内の動画を増やそうと思います。今 YouTube で新規で上げてるのも全部2分のね動画になってると思うんですけど、これね、まあ難しいところでね、まあ私の近くでグダグダ喋るのが好きなんで、あの本当ほっといた8時間9時間で、あのそれこそあのカラオケ屋さんで働いてた時もね、監視カメラで遠隔監視されてるんですけどね、ああいうところってね、遠隔監視で見とったね人がね、あのなんでお客さんもいないのに一人でずっとそんな喋ってるの、5時間も6時間もって、えそんな喋ってますって全部マイクで拾ってるよって、お客さん接客してるのかと思ったらお客さんもいねえし、ずっと一人で一人ごと喋ってるかって、そうなんですよ。まあ一人暮らしが長いせいでね、一人ごとがすごく多くてね、びっくりされるんですよね。あの一人ごとなんですけど、ここでこれぐらいの普通のトークみたいな感じで喋っちゃうんですよね。で実況するような形で喋っちゃいますんでね、結構それはよく驚かれたりとかね、なることが多いんですけどね。まあでそう、あので長く喋るの好きなんですけどね、まあ編集もねそうすると大変ですしねっていうのもあるんですけど、やっぱしねある程度本数を取ってかないといけませんからね、っていうのでね、まあもうある程度まとめるのにね、5分ぐらいのやつをまとめるんだったらもう2分でまとめてしまった方がね、こっちも編集しやすいということでね、もう、2分で、ね、撮って出してでねできるような感じでね、一発撮りでねやるような感じでやっていけるものを増やして、まあなんとか5チャンネルうまいことね、まあヤマペディアはね、あの全部毎日更新やってくるんですけど、YouTube の方は郵便のやつに関しては、多分最初の1ヶ月は毎日更新するかな。あのネタ自体は溜まってるんで、まあ使い回しのネタも多いですし、用語解説2分でやろうと思ったらね、言うてそれなりに郵便関係って用語っていくらでもありますんでね、できるのはできるんですよ。っていうかリストアップしてったらまあ40ぐらいはもうできてるんで、で今YouTube の方は、20本撮ったか、YouTube 20本撮って、ヤマペディア10本のね、結局週末で30本プラス、あの餃子ワン選手権じゃなくて、あの王将の餃子の、動画を撮りましたもんで、31本撮りですよこの週末。まあさすがに疲れました。でそれまでも全然撮ってなかったわけじゃなくて、毎日1本1、2本ぐらいをね撮りながらやりながらのところだったんでね、いやいやいや、さすがに30本ねやってるとね、これあれですかね、収録が30本撮りだけじゃなくて、30本撮ってそのデータを編集して投稿してサムネイル作成してっていうのも含めての30本ですからね。まあまあこれはね、いやいや一苦労でした。まあね、っていうのはね置いといてね、まあね一つくらいねなんか当たらないかなってで、言うてね、まあまあね、この後ね、あのまた動画撮りますけどね、あの緊急事態宣言ね、山田さんの財布が緊急事態宣言出してますんでね、まあこの辺りをねちょっとね乗り切らないといけませんからね、リアルに現金が欲しい。リアルにね400万ぐらい現金欲しいな本当に。400万あったらね、とりあえず、こんなことはない。ね、あれも、全部ね、全然気にしなくていいんですけどね。まあ、あのね、20万とかでもね、あのね、リアルな話ね、8万円欲しいですね。今ね、ちょっといろいろとね、計算しててね、8万あったらとりあえず安パイいけるんですよね。このゴールデンウィークぐらいまでは。ただね、差額していくとね、ゴールデンウィークまでにね、8万ショートする計算なんでね、どうにかしてね、なんかお金を作らんといかんんですけどね、まあ一番ね、手っ取り早いと思っとった YouTube はこのありさまでございますからね、いや、そんな波でかかってるからそうなってんやって話はね、置いといてって感じですけど、で、あ、そう、今回からね、あの、一応ね、あの、冒頭やるよって話なんですけど、まあ一応ここ冒頭トークなんで、一応コーナーをね、いくつか作るような形で進めていこうと思います。で、まあ、
最初にちょっと近況の話をして、ある程度まとめた話をして、で、その後に、次に、今週の、更新動画紹介ということでね、今週ね、うちのチャンネル、この5チャンネルね、ございますチャンネルの方で上がってる更新動画を、水曜日までの時点で上がってるものね、分かるものを、上げていこうと思います。基本的に時事ネタでね、パッ と取って出してるやつは、これ今月曜日に撮って水曜日にアップロードするんですよ。そうするとね、水曜日の昼間とかにね、速報で入ったやつをポンってね、昼間に上げたりしてるやつはね、さすがに分かりませんから、未来の予知能力ないんで、まあ月曜日の段階で分かってるね、もう予定でね、もう収録してあって、上げるやつとかの話はできますから、そのあたりはこの動画紹介の方でやっていこうと思います。で、あとはね、一応コーナーをね、作ってましてね、1コーナー作ってみました。協会委員会っていうね、コーナー作りました。これね、子さんの人ならね、ご存知の方いるかもしれませんけどね、覚えてる人いるかな。今からね、10年前か、スターステールがね、今うちのサークルが10周年を迎えた時にブログをやって、その時にそのブログのコーナーでやってたやつなんですよ。協会委員会って言って、日本世界中にあるね、なんかね、マイナーなやつとかね、なんじゃこれはっていう協会とか委員会を紹介していくっていう協会委員会っていうコーナーね、を、やっていこうと思います。今回ちょっとすいません、準備が間に合わなくてね、ちょっと資料が用意できてないんで、今回はこの辺りカットになりますけど、来週からはね、までにはちょっと資料を用意してね、紹介できるようにしていきたいなと思っております。あとは皆様からのお便りねとかもね、このコメント欄でね、基本的にはもう YouTube なんでもコメント書けるから、そこを使うのが一番手っ取り早いだろうねということで、そっちの方を、ね、使ったりとか、あとはまあまだね、後半最後の方でね、紹介させてもらいますけど、ツイッターのねアドレスとかね、そのあたりとかでね、送ってもらっても DM 送ってもらってもいいですし、まあ別に公開で送ってもらってもいいですからね、っていうようなことを考えておりますのでね、ぜひねどんどんね、送ってもらえればと思っておりますということで、まあそのあたりまた詳細はね最後の方にお話をしますんで、まあ、とりあえずねこの後は、動画紹介の方を、していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。スターステールプレゼンツウェブレディオプログラム、ステラジ。はい、スターステール新着動画紹介ということでね、さあ皆さんお待ちかねなのかな、誰が待ちかねてるんだって話になりそうですけど、スターステールグループがね、5チャンネルございます。このチャンネルでね、今週ね、前回の投稿から1週間分のね、新着動画の、紹介をね、していこうと思います。各チャンネルで、ね、バラバラにやってますんでね、いろんな動画上げてますよということで、ここでね紹介していきまして、まあこんな動画上げてるんだって興味持っていただいたらね、そのチャンネルをね登録をしていただければとね思ってますのでね、ぜひよろしくお願いします。まずはね、総合チャンネル、スターステール総合チャンネルね、メインチャンネルの方なんですが、こっちはすみません、逆にね新チャンネル用のねやつを作っとった兼ね合いで、あまり動画の更新ができてないんですよね。で、今週更新しているのはヤマペディアは、まだ更新がこっちで入ってるのか、24日まではヤマペディアが毎日こっちで更新が入りますけど、25日以降はね、新チャンネルの方で上がりますので、そちらの方でね、お楽しみいただければと思います。どうなるだろうな、結構な超対策もね、このだいぶちょっと先ですけどね、控えてますんでね、もう十何本撮りしてありますから、もうだいぶ先まで撮れてます。もう4月までは入ってますからね、すごい、えらい、3本撮りになった。一つの記事がもう長すぎて、3分割してね、紹介するようなことになったやつもなんかもありましたからね。で、あとは G1 選手権はこの間かな、 G1 選手権が週末にアップロードしてますよね。そう、餃子マン選手権って言ってね、コンビニのね餃子、ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート、あとはこれはミニストップの餃子をね、4つ、冷凍餃子をね、買ってきてレンチンしてね、いろいろと徹底調査をしましたよというやつですね。これはね、一つだけ失敗したのがね、
あの動画のね、あのデータをね全部エクセルにまとめて徹底解説やったり30分ぐらい喋ったんですよ。ただね、その音声データね、間違えてね、スッポーンってね、あの削除してね、きれいさっぱり削除してやりまして、メモリーからの削除だったんで、ハードディスクと違ってゴミ箱に残ってなくて、オーマイゴッドというね、ことをやらかしてしまいましたんで、結果的にでもなんか、ですから、これにプラス30分喋っとったら、加えとったら1時間近いね、ものになってしまいましたんでね、逆にグダグダにならなくてよかったのかなとは思ってますけどね。それでなくても30分動画ですからね。うん。っていうのがあったのと、スターテールが生まれ変わりますよって言っとったのはその前だな。うん。1週間前だな。で、その後もう一つね、餃子の動画ということで、餃子の王将さんがね、あのニンニク激増し餃子というのを新作でね発売したんで、それ の、あのレビュー動画みたいなのを上げてみました。これが53、55、54がない、あ、そっか、54、あれか、袋麺調査のやつを作るつもりやっとって、あれがそれこそ 2,3 時間ぐらいの、とんでもない長さになってしまったんで、さすがにこれ誰も見ねえだろうと思って今再編集してるんですよね。そうか、それが54で、あの最初番号取ってあったから、すいません、抜け場になってます。またそのうち多分袋麺は袋麺でやると思います。のでそれはね、多分今週末明けれたら明けれますんで、という予定になっておりますという感じですね。メインチャンネルはこんな感じですね。ちょっと更新頻度がね、落ちてますよっていうのは申し訳ないところで。で、次は郵便、いろいろ解説チャンネル、YouTube ね。こっちの方がどうかっていうと、こっちは基本的にもう毎日ずーっと、解説、動画をずーっと上げていく形になります。で、2分でわかるシリーズっていうのがずっとこれから毎日、上げていく形になりますですね。まあ2分以内の動画ですんで、まあ気軽に、見れますので、お昼のね、12時更新っていう形にさせてもらってますので、ぜひね、お気軽に見ていただければと思います。とりあえず、今週公開しているのが、この更新日までに公開しているのは、最初のやつね、郵便と郵便物の定義と、郵便物の種類についてね、第1種郵便、第2種郵便、第3種郵便、第4種郵便とか、いろんなね、あるやつの分類についてね、説明をしたやつと、あとは第1種郵便と、ミニレッダーと、レターパックまでは説明してるか、スマートレターのやつですね、うん、特定封筒郵便物って呼ばれるものまでが、この更新時点で火水素ですね、これが24日更新予定だから、そうですね、ここまで更新がかかってますね。っていうことなんでね、気軽にね、郵便のことが学べるチャンネルにしていこうと思いますんでね、ぜひお願いします。で、そこからね、詳しく知りたいよって人はね、ちゃんとね、詳しく解説した動画がすでにございますんでね、それをね、リンクがね、動画の、それぞれの動画の解説欄に貼ってありますんでね、ぜひそちら見ていただければと思います。ということで、YouTube はこんなもんでしょ。で、ヤマペディアは今回更新がない。25日ですんで、この動画が上がってる次の日からね、ヤマペディアは本格始動しますので、またね、そういったね、雑学とか好きな方はね、こっちの方見ていただければいいかなと思います。あとは、4つ目は今、4つ目はイレギュラーのは上げてないから、全部今のところ、週末にね、上げてます。四日市アスナロ鉄道のターミナル完全制覇の旅っていうシリーズね、やってます。あれね、どうしようかなとは迷ったんですよね。まあ、ターミナルのシリーズずっとね、星さんの方でね、スターステールの方でやってましたんで、総合チャンネルやってたんで、あっちでやろうかなと思ったんですけど、まあ、完全にもう四日市に特化した内容になってるんで、まあ、四つ目の方で、今回の、その最初の企画って形にさせてもらおうということになってますね。で、ナローゲージ、日永駅行ったのと、そこから西日野駅に行って、で、そこから笹川中学校のね、裏通り、あそこもね、面白いところ、あれ、中学校の的なのか、校区外っていうね、わけのわからん設定になってるっていうね、ところとかね、あの辺りを散歩したりして、かなり裏道ですけどね。で、
南部丘陵公園の、ね、端っこにあるね、アドベンチャーフォレストっていうところをね、覗いた動画までが上がってますよね。で、この後、バイディ公園とかね、あっちの方を見ていく動画も今週末に上げていきます。この、基本的に週末アップロード。で、イレギュラーで、なんか地域情報とか出た時には、一応、こっちで上がるかな。時事ね、ちゃんと編集できてるやつはこっちで上げるんですけど、もう、未編集でも喋ってとりあえず出すやつは、サブチャンネルの更新っていうふうにちょっとシステム上になりますんで、まあ、どっちもね、チェックしていただくのがいいんじゃないかな、なんて思います。とりあえず、まあ今、こっちはそんな感じである程度編集したものを上げてきますんでよろしくお願いしますということですね。でしょ、あとはで時事ネタの方は、いくつか細かい時事ネタねといろいろと上げてますけど、月曜日に、ああ、そうか、鈴鹿パーキングエリアのね、やつとか出したり、生駒ケーブルの動画も今週内だよな。うん、そうですね。生駒ケーブル、自転車2人乗りのツッコミを入れたのは、ああ、1週間以上経ってるわ。うん。ね、っていう感じで。まあ、こっちがね、本当はもうちょっと気軽にね、更新したいところなんですけどね、ちょっとね、諸事情あってね、昼休憩にね、ちょっと撮ってあげようかなとか思ってたんですけどね、ちょっとその目論見が外れてね、今ちょっと昼休憩にね、撮ってアップロードするのがね、ちょっといろいろと難しくなってますもんでね、ちょっとね、そうなんですよね。まあ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 、うまいことできるように、ちょっといろいろ工夫しながらやっていこうかなとは思ってます。ということで、とりあえず今週のアップロード動画は以上ですね。まあ、まだこんな感じでね、まあ、ある程度、次回からはね、ちょっとすみません、今ね、リスト作るに損ねてね、なんで作り損ねたかって簡単な話でね、まあ、時間がなかったっていうのもあるんですけど、もう、あと5分ぐらいで私寝ないといけない時間ですからね、どうしよう、あ、そっか、いいや、もう、協会ネットは、次回以降にしますんで、うん。まあ、理由はね、あれなんですけどね、ちょっと裏代表からね、サークルの裏代表から電話がかかってきとって、2時間、1時間半ぐらい喋っとったかな、それで完全に時間が押したのと、で、話しとったらね、湯冷めしてね、挙句の果てに今日寒いんですよね、めちゃくちゃ。だもんでね、もはやね、パソコンのね、手の届かない、布団の中にこもってしまっているというね、状況でございまして、とてもじゃねえ、今日出れねえぞっていう寒さなんで。足元凍えるわいっていうね、ことで、ちょっと、リストを作り損ねとるっていうね、ただのぐうたらって言ったらそれまでですからね、おめえちゃんとしたラジオパークに作るんじゃなかったのかよっていうところなんですけどね。まあそんなことで、まあちょっと次回以降に向けては段取りの付け方もね、アップロードした動画はちょっとリストアップとかね、逐一するような形でね、まとめて、こう綺麗に、5分くらいで紹介できるようなね、感じでやっていこうかなと思ってますのでね、ぜひ、今後ともよろしくお願いします。ということで、とりあえず動画紹介以上でございます。令和3年3月、スターステールチャンネルが大きく生まれ変わります。今まで山寮スターステールチャンネルとして1チャンネルだった番組が、スターステール総合チャンネルをメインチャンネルに、郵便いろいろ解説チャンネル YouTube、 三重県北中西地域情報チャンネル4つべ、ヤマペディアが新たに独立チャンネルとして新設されます。また政治時事チャンネルとして運用していたサブチャンネルの山城日本邦画等チャンネルが、山城政治時事個人チャンネルという個人用のチャンネルに生まれ変わります。スターステールはこの5チャンネル体制でお客様のニーズに沿った番組作りができるよう努力してまいります。すべての番組に関する情報はスターステール総合チャンネルで毎週水曜日に放送されるステラジにて情報が公開されておりますので、そちらも合わせてご利用ください。皆様のチャンネルリマインダー登録、そしてコメント投稿などご参加どんどんお待ちしております。
さあ、お届けしてまいりましたスターステルプレゼンツウェブレディオプログラムステラジね、お別れの時間となりました。ここまで聞いてる人が果たして本当にいるのか疑問ではありますけどね。一応ね、番組のね紹介最後にね、番組のまとめ損保をさせていただきます。まあ、番組では皆様からのメッセージを募集しています。この動画の、コメント欄または、Twitter アドレスね、アットマーク、YAMARYOH 山寮宛てで、送ってもらえればいいです。今ねまだ全然登録者少ないんで、今フォローしてもらえたらフォロー返し、基本的にもうピチャーってさせてもらいますんで、それで DM とかも送れますんでね、ぜひお願いします。で、一応ね、ハッシュタグでステラジっていうハッシュタグを作ってあります。カタカナでスって、でひらがなでラージでステラジ、ここのね画面に映ってるこの通りに書いてもらったら、一応私の方で、データフィードバックしてますので、それで拾うこともできますけど、まあめんどくさいですからここのコメント欄、まあ、今この動画を聞いてるってことはもう YouTube が見れてるってことですから、イコールコメントを打てますから、これが一番手っ取り早いでしょうと、いうことでございますんでね、それでね、ぜひね書いてってもらったらね、私も全然チェックさせてもらいますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、まあステラジ、第8回放送はねこれぐらいでね、締めさせていただきたいと思いますね。またね来週もね、来週からもうちょっと形作れるようにちょっと頑張ってこっちも構築しますんで、よろしくお願いします。あとその頃には花粉症落ち着いてるかな、どうなんだろうな、ムジムジだ。ということで、これぐらいでね、今週は終了させていただきますね。ご視聴ありがとうございました。また来週。